皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。それではやっていきましょうか。はい、新激レア。今環境中型ですね。シャーク、単語ですね。単語装備、単語の装備やっていきます。シャークはそもそも強い中で、今回の激レア追加でしかも3個取ってますんで、基礎ステータスから 1%×3 上がってます、各捨てがね。なのでそのシャークの破壊力にあやかっていきましょうか。虹バッジ引いちまったからいくか。この虹バッジちょっとうまく使おうかな。火力で押し切るわ。まあもともとね、シャーク、まあ強いんだけど、まあ、この 3% がどれぐらい響くかって話なんだけど、多分そんなに変わらんとは思うのよ。3% ぐらいじゃね。変わらんとは思うけど、でもさ、鬼に金棒じゃん。この 3% ですら。やっていこうか。はい、まずスライム。こんだけならフォワードラでいいんじゃないかも。はい、ラッキー。ラッキーなことに噛み合いだね。なんだけど、ちょっと、食らいすぎだね、なめこの栽培。こんだけ食らっちゃうと痛いね。全部解消するじゃん、君。イカ触れずに死ぬぞ。大丈夫か？あ、大丈夫だ。危ねえ、マジで。このまま一回やってほしいね。倒しきってほしいな、これ。何もしなくても。いや、死ぬなぁ。まあ、しょうがない。一個シャーク、後ろ見とこうか。で、ちょっとね、めんどくさいのが、ゴスなんだよね。俺、ゴス別に見れないんだよな、今回、札的に。さあ、分裂決まって。相手もでもね、このね、俺のカエルきつそうな気がするんで、流せば困ってると思う。なるほどね。じゃあ行こうか。埋めて、あれ届かない？あ、届いた。うん。ガッガン！ガチガチ！ガチガチ！青玉なんか、いらないよ！というわけでね、とんでもない回復だね。あれでカエルに困ってるね、マジで。まあ、もし万が一相手がどれでにキャラを切ってきても、シャークとスライムがいるんで、まあ守れますというわけで完勝ですね。てか相手札弱くねえか。今思ったけど、ロックマン、ナメコ、ちょっとびっくりした。どっちもね、あんま使われないコラボキャラだね。はい、それではね、行きましょうか。シャークはまあ、前もって埋めといて、出てくる中型に対して迎撃で使ってもいいし、大型戦を誘発させてシャーク仕込んで火力で一気に押し潰してもいい。まあ、どっちでも使い方強いですので、後出し大型ダブルよりは先出し大型があった方が合わせやすそうではある。ちょっと足ないんだけど、これでいこう。まさかね。第一取ったら裏技リムルかな。いや、シャークもありだな。悩むね、これ。飛ぶなよ。うん、オッケーオッケー。いや、まあリムルやね、ここは普通にガチスキル発動。どこ行くの。これでシャーク行ってもいいかもね。倒して、リムルもやられちゃってるんだけど、取り手が取れそう。取ったね、素晴らしい。この数は、ちょっとあれなので、で、ダイティングも行くじゃん。ダイティング行って、ん？ああ、なるほどね。オッケーオッケー。じゃあいいわ。ただのリザなら問題なし。なんだけど、このダイティングがね、多分取り手寄らないよ。いてー、それ当たんの。範囲がお広いですね。痛いね。寄って、 OK。 そう、もう一回打ったら神。そんなうまい話はないと。で、こういう時だね、大電源のせるところ、大電源シャークのせるところね。もうガッガン、あって、もうそれ剣士の方行ってさ、そっち当たらないの、逆にそれはえぐいわ。俺が行くしかない。ビトが壁張って、シャークのいいところ今潰れたね。渦潮よけ狙って、で、後ろだな、問題は。死んでね。
ブラガが。ブラガは死んだ。そいつ倒してほしくて、シャーク復活してるけど、後ろはもうね、ゆっくりなんとかしてもらうしかないから、スライムで回収して回収してって感じだね。ここもこう。時間がそんなにね、多くないから、ブルガは多分、時間かければ、なんとかなるんよ。ならないな、まさか。ここで、ケツ当てして、あー、ケツ当てしてもスライム後ろ飛ぶから、ガチスキル強ー。後ろ飛ぶから渦潮巻き込まれちゃうね、スライム。勝ちは勝ちなんだけど、止め方がスライムじゃダメだったな。おー、落ちた。相手が負け確定して譲ってくれたね。点差じゃなくて完勝を。ありがとうございました。はい、それでは行きましょうか。いやー、これシャークのちょっとね、もっとね、自分から攻める方やりたいんだよね。で、おすすめはサタンとか。あ、メタガもあり。行くか。僕もメタガぐらいまで、もう一気にワチャワチャってやるなら、虹が欲しい、シャーク。まあ、なくても強いんだけど、会った時の破壊力が段違いすぎる。騎馬兵ね。1位取れるかな、これ。お、ギリ間に合う？ナイス。これちょっと悩む。次の取り手が遠い。位置が。から、イカから行くわ。あえての、イカを選択。で、スタブラね。オッケーオッケー。後ろはスライムいるじゃん。取った。ラッキー。攻めるよ、俺はもう。攻めることしか考えてないからね。ああ、それはちょっと痛すぎる。けど、ガジガジして、スキルお願いしまーす。あ、一回いつの間にかいなくなってるね。どこ行ったんだろうね。でもさ、これ、サブラに対してさ、シャーク2本ってさ、結構有効なんじゃないの？これ、どうなん？ガガーン！あ、2本もいなかったわ、体力的に。あ、待って、これ、やべえ。俺、やべえ音に気づいちまった。ここを倒せるのはいいんだけど、それこの後のさ、コング抜けるキャラが存在してない。コングがあと2体いらっしゃる。ここに出してシャーク来い、こっち来い。そうだー、うわー、かわいい。このシャーク、なんか出てる頭に。うわうわー、いくぜ、レッツゴー。遠吠え6連鎖、6連鎖はしないんだけどね。はい、シャークいけー。うおーおーおおドン。はい、ガジ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 で、シャークなんで迎撃中型に強しなんで、やってくれますと。こう、ウルフの数やべえぞ、ここ。やべえぞー。なんか、ワーワー押してるけど、拘束しねえ。はい、というわけで勝ちましたね。シャークなんかとんでもない火力なんだけど、ちょっと噛み合わせは悪かったね、今。本当はね、大型行って相手に大型切らして、そこにシャークババーンって来たんだけどね。はい、それではね、やっていきましょうか、ラスト。ちょっとね、見せたかったキャラの編成でやるんで、フリー対戦でいきます。シャークとサイスケ、これがね、かなり面白いです。で、お相手エルフなんで、まあ、アビエルフだと思って、その場合ね、このね、サイスケがボコボコにされちゃうんで、カマキリは嬉しいんだけど、チビフォーがダメなんだよね。足いんのか、行くか、もう。キバとエミリアで頑張ります。でもちょっと相性は別に良くはないね。本来はカマキリとかビートルとか、そこら辺引けないと、エルフはやれないと。まあ、取り出が取れるんで、で、サイスケ早めに切ってガツガツ行くんで、そこでちょっとなんとかなればいいなって感じだね。今回はエメリアも引いてるから、やれることがすごくわかりやすい。まず出して、あー、そんな感じ？もうシャーク埋めるわ、全部。じゃあ。あ、拘束されてんだけど、終わってる、それはマジで。ゴミ！あ、潜った、オッケーオッケー、潜ったな、よし。潜ったのは偉いんだけどさ、潜らして、シャーク行くやん。
本当はこれね、ロボの前にキャラ置かれたらね、届かないんだけどね、相手が気づいてないね。多分後ろ見てるね、剣士流れてきて。ラッキーだね。で、ガジガジで、ガジガジしてるけど、相手の前に高速決めすぎなんだよな、ちょっとこの試合マジで。終わってる。かなり厳しいレベルで高速してる。で、やられたけど、お、いいね。分裂発動したね。素晴らしい。分裂ってか、なんだっけ。スキルの復活ね。倒してくれる。さすがに頭やられちゃうかな。これ最後くっついてくれたら神なんだけど、そんな美味しい話はなし。で、分かったことだけど、エルフ UFO なんだよね。こっから逆転されること全然ある。ちなみに全然こっから逆転されるよ。さあ、ここだね。ここからなんとかする方法は、まず爆発入れる。引き込んで、爆発入れる。シマリス、シマリス。倒したね。で、ここ、剣士で行きたいね。剣士で行って、で、これライトニング終わり。で、上のラインで大型戦をね、始めるんだけど、俺から攻める必要が全くなくて、実は。あ、なるほど。じゃあ、悪縁流しましょう。相手が迎撃強化で切ってきたら、そこに悪縁を行くしかなかったんだけど、切ってこなかったんで、特に問題なく普通に騎馬兵流して落城狙いだね。干渉は無理かな。夏いるし。はい。で、まあ、やりたかったことは、まあ、サイスケ切って、で、当たり前だけど、大型切らないとサイスケ倒せない。まあ、もしくはエルフ UFO でちまちまやってもいいんだけど、壁張ってエルフだから、相当コスト時間かかるんだよね。で、今回、エミリア切ったから、それだけにしちゃうと、多分、相手のエルフダメージ追いつかないから、で、どうせ復活するし、みたいな、まあ、大型が出てくるわけだ。その大型に対して、シャークを重ねたりとか、エミリア合わせたり、歩いたりとかしたかったんだけど、まあ、ロボだったと。ちょっとね、予定とは違うんだけど。で、ロボをちゃんと相手が引きで切ってるから、本当はロボの前に剣士とか挟んであげるだけで、シャークのね、丸かしドドーン出なかったんだけど、なんか相手がね、後ろの剣士流れてるのね、見てくれたから、通ったって感じだね。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。単語装備のシャークでした。いかがでしたでしょうか。3コスト3体の迎撃中型ステータス高えと。はい。いうわけでね、シャークでした。いや、丸かじりと。火力がすごくて、で、自分が狙ったキャラがいなくなったり、自分のね、飛び出た後に周りにキャラがいなかったら潜って帰ってくるから、もう一回スキルが確定するっていうね、結構バケモン級のキャラです。はい。このシャーク側がゲームをコントロールできるんですよね。シャークがスキル打ちました。相手はそのシャークを仕留めなきゃいけないんですよ。絶対に相手は強制的にキャラを使わなきゃいけなくなっちゃうんですよね。で、そうなるとこっちがね、を使ってくれたねって、じゃあ次こうしようっていう流れを作れて、で、逆に相手がキャラを使わずにシャークを潜らした場合、はい、もう一回スキル打つけど大丈夫って、あんた何でシャーク出すのって、コスト持ってくよ、キャラ持ってくよみたいな感じにできるのがシャークのいいところで、今回は単語装備手に入れて、ステータスがさらにね、基礎値から 3% ずつ上がった感じですね。はい。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。